はい、大気の器チャンネルです。立石橋です。皆さん、雨が朝から降ってます。立石橋の水量はまだこんな感じです。はい、今日ですね、朝早朝6時頃ですね、立石橋の水を見る、まあ言うたら機会がありまして、雨ずっと降ってたんで、横のもう寝てるとこですね、寝てる草が寝てる部分までも全部水いってたんで気をつけてください。まだ土曜日日曜にかけて雨降り続けるみたいですから気をつけてください。信楽は水に弱いです。はい、立石橋です。朝用事があったっていうのはこの先のとこですね。この先のとこに用事がありました。まあ分かる人には分かるでしょう。はい、まあ、火祭りも近いので、ぜひ7月28日は皆さん火祭り来てください。立石橋からお送りしました。水量が多いのでですね、皆さん気をつけてください。立石橋の水の量はまだこの程度です。はい、そんじゃさいなら。